はい、こんにちは。4月22日の昼、はい、ドンチャンネルです。今朝っていうか、午前中、自転車ロードワーク、鹿の島行って戻って帰ってくる途中、アイランドシティのね、広い交差点のたもとに何か、いつもはないものがあったんですよ。あ、これ、車がぐちゃってなった後だよね、と思って、一応まあ現場写真を何枚か撮って、で帰宅してパソコン立ち上げて検索してみたらやっぱ出てきましたよ、この事故。交差点で車2台衝突、軽乗用車が横転し大破。電信柱にこう張り付くようにぶつかってるんですね。子供を含む4人搬送、福岡市。福岡市で乗用車同士の衝突事故があり、子供3人を含む4人が病院に搬送されました。警察によりますと、22日午前5時半過ぎ、もう早朝ですよね、福岡市東区で事故で車が横転していると目撃者から通報がありました。交差点で普通乗用車が右折しようとしたところ、直進してきた、軽乗用車と衝突したとみられています。まあ結構広い交差点なんだけど、あそこはね、三車線あるけんスピードバンバン出すもんね、みんなね。で、矢印信号もあってちょっと複雑。まあ、車同士の右折事故ね。この事故で、軽乗用車に乗っていた40代の父親と子供たち合わせて4人が病院に搬送されましたが、命に別状はありません。よかったね、あんなにすごい大破だったのに。警察は、当時の信号の状況など、事故の原因を調べています。ってことでね。あそこね、結構交通量があって、自分も自転車で渡る時に、あそこね、2節バスもね、こう左折で入ってきたりしてね、結構ね、気合い入れてあそこは渡りますね。で、あそこがスムーズに渡れないと、一区画渡った後の信号に引っかかるんですよ。まあ、引っかかっても、まあ、一回、何分かね、ロスするだけなんで別になんじゃないんだけど、頭の中でもう、あそこはああ行って、ああ行って、みたいな、走行プランが組み立てられていると、あの交差点で、なんかあんまりこう、なんていうの、もじもじしていると、サクッと行けなくなるんで、あそこはなるべく、さっと行きたいんだけど、左折車はいるし、右折車は来るしでね、結構あそこをね、うまいこと渡るのは、自転車でもちょっと気を使う交差点ですね。まあ今回ね、命には別状がないということで、あれなんだけど、まあね、でも一つ間違ったら、一家四人亡くなってましたっていうのもね、十分あったでしょ、この壊れ方だとね。やっぱ気をつけないかんしですね、やっぱ、こんな事故に巻き込まれんように、自転車の自分もヘルメットは絶対しとこうと思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。